はい、皆さんこんにちは、アチでございます。ドラゴンクエスト6ですね、やっていきましょう。いつもの夫人に戻ってきたのと、あとなぜここから始めてるのか、まあデスモアさんの前まで行こうと思ったんですけど、あまりにもね、このいつものメンバーがね、強くてね、ちょっとこれ見てもらおうかなと思って、今ね、ミレイユさんが4人目にいるんですけど、これ、ね、一応リザーブですね、リザーブメンバーですね。夫人としてはドランゴさん、で、ピエルさん、で、私勇者ね。で、ピエルさんはバトルマスターで。で、ドラゴンさんはドラゴンのままでね。で、テリーのお姉さんってなってんだ。あの職業がね。職業っていうか、肩書きがね。で、賢者なんですけど、賢者はホイミンさんとバーバルさんで、さらに賢者がいますので、あらら、あ、そうね、スペルエンペラね。で、チャンモロさん一応連れてきましたよ、ホーリーナイト。で、一応ハッサンもね、バトルマスターで連れてきましたので、これで、だからミレイユさんがね、ちょっとね、ミレイユさんは育てようかなっていう感じで来ました。じゃあ行っていきましょうね。もう何なんだから、忍び足使っちゃいましょう。トエロスでもいいんですけどね。トエロスの覚えてますからね、レンジャーでね。まあ、トエロスの方が多分強力なのかもしれないんですけど、まあこれでガチャンと行っちゃいましょう。ね、もうデスタモアさん行きましょうね。でこれもね、もうブースカさんなんかもう楽勝ですね。あとマジックパワーをどうしようかなっていうところで、あとは寝まくるっていうのなんとかね、忍び足の効力がねなくなったのね、今よかった、下手すると落ちかけてたんでね。よいしょ、はい、抱っこしちゃった。あ、違ったやん。ごめんなさい、ちょっとね、行くとこ間違えました。せっかく今のとこね、行かないといけないのにね、なんで行っちゃったんだろう。おう、もうブーズカさん3匹なんかもう楽勝ですよね、ほんとにね。これ今回いけんじゃない。ちなみにね、知力のカードを買ってきたのかな。で、あと闘技場行ってきたんですけど、ランク G? ね、闘技場のね、2回勝つと、もう3回目できないんですよね。はい、ミレイさん、レベル39上がりました。1メートル6ポイント、マジックワーカー3分、さあ、こういった。2、3、3、1、10上がったよ。ということでね、メタルキングヘルムは取ってくることができませんでした。まあ、他、まあ、それ以下の分でもよかったんですけど、まあ、それよりはね、もうちょっとお金、だからね、まだまだお金が足んないんですよ。まだまだお金の稼ぎがいがあるというか、だって私、まだ、伝説の武器鍛えてないからね、鍛えるのもお金かかるでしょ。そんなこと考えたら、もっともっとお金いるんですよね。よいしょ。もうね、なんかもったいないんでね、忍び足できます。まあ、経験値が入るんでね、行っちゃいいんですけど、ちょちょっと行きたいところではあるんで、このパートでせめてデスタムーアさんに届きたいんですよ。このパートでデスタムーアさんに届かなかったら、本当にね、何しにこのパートやってんだいってなるんでね、それはちょっと避けたいところで、はい、来ましたね、ここね。これはね、そうなんだよね。まず上に行きます。で、ぶつかります。忍び足の効果がなくなります。次に左ですね。ドンついて上までドンついて、で左、で下、でドンついて左、で上までドンついて、で左、上、右、で上って上がってって、ここでドンつ、おうって忍び足の効果がね、なくなったんですけどね。で、ドンつくんですけど、これちょっと下がって右に行ってこう行くと、いけちゃうんですよね。まあ、なんてことはね、私ね、今ね、横でカンニングしながらやってますんで、カンニングしながらやってますよ。はい、自己スパークでどうぞ。これは私は勝てると思ってるんですけどね、これでもね、ちょっと来週いっぱいまで、来週も100組動画になっちゃうよ、これね。ライブと、その次の週の1週間が育み動画になっちゃいそうなんでね、今回行きたいよねと思ってるんですけどね、もうね、すごく勇者がいいんで、あら、右に行けない、
なことないでしょ。あ、いけたいけた。あのね、あれなんですよ、あのもう勇者のね、そのギガスラッシュとか覚えてね、あのラミアスの剣を使う気があんまり起こらないっていうか、使う暇がない感じなんですよね。もうなんかね、うん、どうぞっていう感じですね、これね、やってるとね。呪いの鏡なんかね、どうしちゃおう。ジュークスパックいいんじゃない。私も何だかんだ言ってね、200円以上までヒットポイント減ってますけど、あ、効かなかったね、一匹。あ、絶対効かないや。え、何も起こんなかったの。おらら、もしかして失敗するんだね。強い強い。もう何この強さ。さあ、じゃあね、ハッスルダンスしましょう。あっちもどき、あ、ハッスルと。ああ、結構痛かったね。でもね、もう前の3人がヒットポイントね、もうほぼ400超えなので、なかなかね、いいんじゃないのかなと思ってんですけど。あら、ここなんでだっけ。あ、じゃあ、いや、おー、こっから戻れないんだよね、確かね。え、そうだよね。しまった。セーブしてない。しまったな、セーブしてくるの忘れちゃったよ。じゃあ、これ寝ましょうか。とにかくね、寝る必要がある人。で、私も寝ましょう。で、ミレイユさんも寝ましょうか。で、まだミレイユさんしか来てないんで、まあ、これでちょっとうろちょろね。敵出てこないでしょ、ここ確かね。で、これで、行きましょうか。ああ、ちょっと待って。これダメだわ。寝てるでしょ、私ら。一回、上に上がりましょうか。で、おー、ほぐれない。まあ、いっか。ああ、私寝てんのちょっとまずいけど、ちょっと行きましょうか。あ、ファファファ、前出てきたじゃんな。あれほど前で打ち砕かれても前では乗れないキラクタ。ヒリクさんに気づかぬとかと。どこまでも寝てない奴らよ。いかに経験を積み修行しようと、まあ、お前たちの出世もしきらに過ぎぬ。やから、それが分かるまで何ででも面白くてやろうぞ。このデストムはこそが生きたし、生きるものだもの、大たる存在だということになっと。さあ、これちょっと寝てますね、私ね。はい、とりあえず入れ替えましょう。障害でね、とりあえずドラン。ピエールさん寝てるよね。あ、ピエールさんでもいいか。で、私も仕方がない。で、ここはね、バーバラさん行きましょう。で、はい、どうぞと。おお、痛いな。ベホマラかい。あ、やまびこになった。あ、跳ね返っちゃった。いや、そっちダメでしょ。それダメだろうというところで、私まだ寝てんだね。でも私下がっちゃうと起きないからね。言うなずね、真ん中しか聞かないのかい。ああ、それダメだな。早く私起きないと。あ、寝てんね。作戦ちょっと命令させてもらいましょう。まず、そうだよね。あら、これちょっとお待ちくださいね。ちょっと待ってね。あらららら、と確か、ちょっと今私ね、忘れてたんですけど、これね、よいしょっと。あ、どっちがどっちだったっけ。あ、しまったな。教えてもらったんだけど、ザオリクがどっちかなんだよね。ザオリクがどっちかなんで、とりあえずドランゴさんは、攻撃、あら、デスタモアさんしかできないのかい。あー、
そういうことなの？デストモアさんなのね。どうしましょう。じゃあ戻した方がいいね。命令させないでみんな頑張れて。はい、どうぞ。あ、私目が覚めたね。いや、これいけるかい？あと周りの2つやっつけれないんだよね。あ、そうかそうかそうか。そうかそうか。思い出した。あの、体勢を変えないとね。まだこれ第一形態だからね。さあ、私ね。じゃあ私ね、道具使いましょうか。ラミアスをね、ピエールさん。これいつものパターンですね。おぉ、フバーハ捉えてくんない？フバーハだね。あらららら、ヤマビコね。ああ、でも、いけるかな？いけそうな気もするけどね。バーバラさん。バーバラさん、どうしよう。ちょっとね、これ、作戦で命令させてもらいましょうか。で、とりあえず、ドランゴさんは攻撃、ペールさんも攻撃。で、私が、スクルト地獄にしましょうか。で、バーバラさんがフバーハ入れましょう。あ、鉄子波動作るんだ。忘れてた。仕方がないね、これね。おぉ、フバーハ2回取られても仕方がないんでね。さあ、じゃあ作戦はみんな頑張りだね。私は、特技じゃなくて、道具だね。道具でラミアスをドランゴさん使っちゃいましょう。あ、そうだ。ピエールさんの、あれもなくなったんだね。ああ、しまった。普通の人になっちゃった、ピエールさん。じゃあ、私が特技、道具で、ラミアスをピエールさん使っちゃいましょう。今回結構長丁場になると思いますんでね。まだいかないかい？じゃあ、どうしよう。じゃあね、私にラミアス使っちゃいましょうか。バーバラさんすごいね。構えてして100当てるもんね。ああ、治っちゃいましょうか。なんか全然いけそうな感じがしますよね。全然前回と違うわ。でも痛いけどね。あー、バーバラさん、ベホマラーは いらない気がするんですよね。私のハッスルがあるからね。てか、バーバラさんもハッスル持ってるじゃない。バーバラさんもハッスル持ってるんだけどね。あまり無駄遣いしないでほしいんですよね。2回攻撃するんだね、これね。いけるかな？いけますよね。前回でもあそこまで行ったもんね。第3形態まで行ったもんね。あ、ブレスかな。冷たい位置作る。おお、来るね。あ、バーバさん死んじゃった。あ、倒してたけどもう一回来るんですね。しかしどこからともなくおぞましい声が聞こえる。やはり G の姿で失礼だというだな。ではこれなんだかなと。さあ、ちょっとバーバラさん亡くなっちゃったのまずいので、作戦で、あ、作戦じゃなくて入れ替えで、私が下がりましょうか。いや、ピエールさんの代わりにホイミさんにして、で命大事で、で、私は、そうだね。あ、私、ハッスルしないといけないな。ハッスルなんですね。はい、帰りましたね。どうしよう。あ、スカラットないんだね。あ、そうだ、ブレイズが効くってね、聞きましたね。じゃあ、入れ替えましょう。障害でね、
で、ドランコさん、で、ピエールさん、で、私、まだバーバラさんでいけそうだよね。バーバラさんでいっちゃいましょう。で、私は道具で、ラミアスをピエールさんでいっちゃいましょうか。おお、すごい。スクールとヤマビコ入るとこんなことになるんだ。すごいね。じゃあね、私がラミアスをドランゴさんに使った後は、私がルカに行っちゃうかな、この後。あ、スカラガスになっちゃってる。ホイミホイミなんでブレスいいね。じゃあ私がルカに唱えましょう。聞かないってさ。ということはこれはあれなんだね。そうだね、となると私は、あ、しまった、攻撃しちゃった。あら、いや、おびこすごいね。てかカメラゾーン持ってなかったかな。あ、持ってないか。私はちょっとハッスルしましょうか。あ、さあ、あれハッスル、ハッスルた。いや、明らかに前回よりもすごくやりやすいです。道具、あー、そうだ、でもあれだよね、なんかいいのあるかな、特技で。不気味な光、魔法、あ、光あると魔法効きやすくする。ちょっと行ってみましょうか。あ、そうだ、あとあれだね、あー、全然効かないや。凍てつく波動だ。あれあれ、ちょっとね、私どれだっけ、凍てつく波動。カブトだっけ、盾だっけ。どっちか凍てつく波動だったよね。カブト、あー、失敗しちゃった。盾だね。じゃあね、あ、ちょっと待ってね、じゃあスフィーナで使ってみましょうか。あ、あら、凍てつく波動じゃない。しまった、魔法鑑定入ったね今。ちょっと待ってね、凍てつく波動は特技で持ってるかな。あ、持ってんね。消しちゃいましょう。これは敵の方が消えたんだよね。敵の方が消えてるだけだよね。私の方は残ってるよね。うわ、すごいわこれ。ああ、残ってる残ってる。あ、残ってない、残ってないかな。あ、聞いてんね。で、私ハッスルしましょうか。え、我々のは聞いてるよね。我々なの、スクリットとか残ってるよね。いや、このヤマビコの投資すごいね。あ、倒した。わはは、愚かな目、お遊びはここまでとしよう。誰お前たちの体を引き取り、その腹元を食らい尽くしてやろう。ちょっとこっからですよね。さあ、第三形態入りました。さあ、こっからですね。これお任せでまだいけるのかな。
前回これであっちもやられたんで、どっちがどっちだったかな、ただ覚えてないんですが、もうね、ジゴスパークでいっちゃいましょう、私は。あとあれだね。ほい。あ、そうだ。私のあれも消えちゃったかな、バイキューとも。あ、私寝ちゃった。おお、これはちょっとスクールと入れたいね。あ、でも私眠ってんだね。途中で入れ替えたりしたり上げていかないと。おお、すごい。死んじゃった。で、私まだ寝てんだね。入れ替えましょう。入れ替えて、私の代わりにホイミンさんで、作戦は、あ、命大事ね。あ、だだ、え、なんでザオラルなの。あ、ザオル、あ、ピエールさんザオラルだったのか。ホイミンさんやられないでよ。あ、しまった、何してんの。あー、やっちゃった。あー、入れ替えようとしたのが失敗しちゃった。ちょっと待って、かなり戦術的に失敗してんだけど。相手使われるね。おー、ホイミンさん死んじゃったよ。これはバーバルさんにお願いしないといけないね。追い風、あー、なんかとんでもないの来たね。はい、何回攻撃していくんだこれ。この敵は本当もうあれだね、もう本当やりようがないんだねこれ、きっとね。3回攻撃してきてるよ。ひえー、総力ね。いやー、ちょっとなんかむちゃくちゃじゃないかい、これ。さあ入れ替えましょう。入れ替えね、総外で、ね、ドランゴさん、ドランゴさんを、あ、ピエールさん残しましょうか。ピエールさん頭にして、チャンモロさん入れて、あたし寝てるわまた。で、そうだね、ホイミさんの方がいいかな。あ、ミレイさん。あ、ミレイさん寝てるわ。ミレイさん寝てるね。ホイミさんにしましょう。はい、どうぞと。あ、私はまだ起きないかね。何回攻撃するんだ、この敵。3回攻撃すると思ったらいいのか。起きた、やっと起きたわ。やっと起きたね。入れ替えましょうか。あ、入れ替えて、あ、そうですね、入れ替えましょう。チャンゴロさんをね、ドランゴ、あ、ハッサンに入れ替えよう。そうだ、ハッサン忘れてた。で、私が、ハッスルダンスだね。あ、さあ、あれ、ハッスル、ハッスルと。ミリウさんも土地で出さないといけないね。てか、あれお願いしたいんですけどね、スクルト地獄にしてほしいんですけど。うお、すごいね、相手つくはずね。あらららら、らで、入れ替えましょう。入れ替えで、ホイミンさんの代わりに、あ、もうミリウさん出そう、眠ってるけどね。で、私がどうしようかな。そうだね、スクルト、スクルト入れちゃいましょうか。硬いね。メラノーマぐらいはいい
ですけどね。あー、メラゾーマとないんだよね。で、まだミレザ寝てんね。じゃあ私ハッスルするか。おお、さあ、あれハッスル、ハッスルか。いやー硬いわ。でもこれルカニーとかルカナン効かないんでしょうね。あー、ほぼ毎ターンベホマラ使うのか。で、これ敵のマジックパワーってちゃんと変わりあんのかなって。ミレイさん寝ま、寝っぱな、ミレイさん寝っぱなしだわ。ちょっとここは変えましょうか。入れ替えましょう。入れ替えでね、ミレイさんの代わりにね、ダイでよ。あ、パワーさん回復してんね。パワーさんにしちゃいましょう。で、私が、道具で、ラミアスを、あー、ハッサンか。あ、ピエールさんに入れてきましょうね。ピエールさんリーダーだからね。あ、これいいね、パワーさんね。え、4回攻撃してくるのかい。まいったな、びっくりするこれ。あ、倒した。左手があれなんでしたっけ。じゃあね、あ、ピエールさんもマジックパワーがないね。これは、あ、そうだね、私ハッスルしないといけないか。さあ、ザオリクが向こう、ザオリク唱えるんだったらツボだね。どっちかの手がザオリクでどっちかがザオラルって言ってましたもんね。おお、来た、倒したわ。これでもうだいぶマシだよね。何何それ。はい、じゃあ入れ替えますよ。もう入れ替えて、障害で、ピエ、あ、いや、ドランゴさんも回復したでしょ。で、あ、ピエロさんでもエースだね、本当に。で、次、私の、あ、ミレイさん、ミレイさん寝てるね。寝てるミレイさん行っちゃいましょう。いい加減に起きてほしいんですけどね。で、私がラミアスをドランゴさんに使いましょうか。え、ゾンビ切りすんの。ミレさん起きたわ。じゃあどう、どうしよう、どうしようかな。スクルト、ちょっと私することがなくなってきちゃったね。どうしたらいいのかが何とも言えないね。まあ、ハッスルだね。次のターンはハッスルだね。ああ、いや、ハッスルさせてくれないわ。じゃあね、どうしよう、自分にラミアス使いましょうか。これはなんでゾンビ切りをするんだろうね。ちょっとそこがね、で、私普通にいっちゃいますよ。うわ、硬い、硬いわ。バイキルト使っててそれですもんね。おお、このヒットポイントだったら入れ替えでミレイユさんを、あー、バーバルさん、あー、チャンモさんもいるんだよね。チャンモさん出すか。あー、ハッサン、ハッサン十分だね。ハッサンだぞ。で、私がハッスルね。あ、さーれさーれた。はい、おお、倒した。はい、刃物をやっつけた後、
ああ、グギギ、なぜだかな、私がこんな虫けらどもに破れてしまうとは。意識が薄れていく、私の世界が崩れ、ぐは。おお、はいはい。いやー、手をなんとかできたらよかったですね、本当に。アチェ、私の声が聞こえるか？私だ、マサールだ。あ、マサールさんね。はいはい、賢者のね、大賢者の。急いでそこを脱出しろ。なぜだかわからぬが、この世界が崩れ落ちようとしているのだ。は、もしや、そなたたち、デスタモアを？そうか、そうなのだな。あ、よし、わかった。我々はこの狭間世界に閉じ込められた人々を助けると。そなたたちまで手は回るの？え、回らないのかい？そなたたちの自力だよ。何それ？助けてよ。え、行くぞ、クリモイ。だった。はい、兄上。自力で行けって。おお。あ、自力で行けるのね。いやぱ結構あれですね。やっぱ育てたら違いましたね。よかった、セーブしてなかったのが。助かりました。え、ちょっと待って。このデータが飛ぶのかな？そんなことないよね。いやー、なんとかなりましたね。これは霊力じゃないね。ゼニス、ゼニスの城だね。よくやった、アチェが。デスタムーアは滅び去る狭間の世界も消え失せた。狭間に囚われていた人々もそこの二人に助け出されたと。これで世界は真の平和へと向かっていくだろう。これも全てそなたたちのおかげじゃ。本当にご苦労であったな。そなたたちが、そなたらがいなければ現実と夢の両方の世界は魔王の手に落ちていたはずじゃ。この夢の世界、いわば人々の心のせがれを束ねる王として心から礼を言うぞ。ありがとう、アチオ。そして他の者も本当によくやったな。さて、どうやらそろそろお別れの時が来たようじゃ。ここは本来そなたらが存在するはずもない夢の世界。この世界を支配するために実体化させようとしていた大魔王の力ももう尽きているはず。されば、現実のそなたらにはおそらくこの世界も我々の姿も見えなくなるであろう。しかし、アンドゥでない、世界があるべき本当の姿に戻るだけなのじゃからな。さあ、行こがい、皆がそなたたちの帰りを待っておるだろう。ん？私動かせんの？あ、違うね。テリーさんだね。さて、じゃあ行くとするか。こういう場所は苦手でね。悪いけど、一足先に馬車に戻ってるぜと。あ、かっこいいね。待ってよ、そんなに急がなくても。全く仕方がない、ごめんね。ごめんなさい、今変な音入ってね、ごめんなさいね。 ごめんなさいね、あっちと。そんなわけだから私も先に馬車に戻ってやると。あ、みゆさんも謝ってくれました、ごめんなさいね、ほんとね。ゆっくりしてみていいわよと。では、ゼニスを。はまった。今ね、Windows のディフェンダーが動いてます。勝手に動いたみたいで、結果を言ってきました。こんな時に言わなくてもいいのにね。お、で、4人と、マサールさんね。こんな城があるなど全く知らんかった。実に興味深い。ゼニスにもっとお話を伺わなくてはと。我々はもうしばらくここに留まっていく。そなたたちには本当に世話になったな。兄友でも礼を言うぞ。ありがとう、あっちと。思えば夢の世界までも支配しようとした大魔王のおかげでわしとそなたが出会ったのだなと。あなた、文明とは不思議なもので、皮肉なものですよね。ここは本来そなたらが存在するはずのない夢の世界。この世界を支配するために実体化させようとしていた大魔王の力ももう尽きてゆくはず。されば現実のそなたらにはおそらくこの世界の。ああ、これさっき聞いたよね。あ、これ聞いたね。聞いたね。じゃあ何？我らはこの城で世界中の人々を見守っていきます。どうかお元気で。ありがとうございました。いやー、なんとかなりましたね。ちょっとね、泥仕合にはならなかったですね。ただ、相変わらずなんかもう攻撃回数多かったりと。もうちょっと ボスの攻撃方法
なんとかなんないもんなのかねとなんかいう感じがね、もうどうしても泥仕合に持っていくしかないのかなという気がしますけど、仕方がないのかもしれないですね。歩みの世界はこのような幻、人間には見えることない心の奥深くに存在する世界、けれど人々が夢を信じる心を捨てなければきっと天空をかける城が見えることでしょう。あらららら、ら、ペガサスがみんなの皆さんの街を往復させ、どうかお元気でと、あ、ちょっと皆さん会っていきましょうか、せっかくなんでね。アチさんすごい、僕も頑張って世界中を育てなくちゃった。あ、塞がれてるね、あそこ。下の世界かどんなところなのかしらと、あ、はいだよと、あ、何も言わないで答えなくてくれていいのと、私いつかきっと下の世界を自分の目で確かめる。このセリフ買ってないよね多分ね。でこっちは、あ、こっち外だね、あ、地下なんだっけ、地下ってね。ジェニスは世界の全てをいつも守っています、時にはアチ様もこの城や自分の世界のことも思い出してくださいましと。セーブできないんですよね。アチ殿には何と言って感謝したらよいのか。せめていつかこの本をお返してみているのですが、どうかお元気でと。ほら、王様からお預かりしたこの卵の世話をしてるだよ。あら、でもこの中には未来が入っているって話だが、ほら、今にも生まれそうだと生まれたりしてね。キュルルン?おお、生まれそうなんだね。で、これ出れないようにされてるんだね。本当にありがとうございます。どうかお元気で、と。上に行って、あ、もう出るしかないんだね、これはね。これは、あとここに出て、ちょっと会話ができたはず。あ、あ、上に行けんだけど、上しか行けないんだよね、逆に言うとね。で、ここは図書室。え、もう二度と世界の平和は壊されることのないので、私たちは研究を続けます。あちさん、どうかお元気で、と。恐るべしでしたもん、アノマリック。しかしそれに人間を打ち勝つとは、そんな可能性があるとは、ここのどんな本にも書いてなかったわいと。アチクロには誠の敬服いたしますぞ。どうかこれからも人々のためにその力をお役立てくださいとね。ゆっくりしちゃった。あ、こっちはなんだっけ。ああ、歌う人だねこれね。生まれる卵から新しい未来と、あ、聞こえる卵の中から命の根と、輝く卵の中、みんなの未来と変わんないね、この人たちはね。さ、じゃあ行きましょうか。え、誰か一人いたかな。あれ、ああそうだ、あの門番の人はね、あの井戸守ってる人喋ってないね。この夢の世界があなた方にとって幻になっても私たちは確かに存在していくのです。どうか忘れないでください。あ、なんか響くね。出ちゃいますが、もう行かないのですね。もう会えないかもしれませんが、どうかお気をつけてと。なんかあったかい、こっちないよね、ないよね。出ちゃいましょう。あ、もう勝手に動いちゃうね。私がいるのかい。どこまで自動でどこから指導かが分かんないね。さあ、じゃあもう王様と喋りましょう。あらら、あら、ああ、そうだそうだ、久しぶりなんでね。なんかね、ゲームの中でも久しぶりだとちょっとセンチメンタルになりますね。そんな感じになっちゃいますね。おっと、俺、あんたたちみんなが上で待ってるよ。しかし、あんたたちが大魔王を倒すとはね、私はびっくりだよ、あんた。まあね、ほんとびっくりですよ。おお、アチナハスさん、この度の、そなたらの働き、誠にご苦労だった。武道が滅びてからの王様を見て、不安じゃったが、密かにそなたらに指令を出していたとは。やはり、誘われどこ、我らが王じゃと。あら、
おお、無事に戻ったか、アジのハスさん。私も大賢者マサル殿とコリント殿に導かれ戻ってきたのだ。そなたらにも随分助けられたな。礼を言うぞ。ところで、レイド公が先ほどからいらっしゃらないようなのだが、何やら書き置きがあってな。アチにハッサンご苦労だったそうで、今無事で何より、わしは下で待っているので後で顔を見せるように。レイド公、もうこれは一体どういう意味だ。ああ、もうこれは上に行けということでしょう、きっと。こんな時に何ですが、私は王室に上がったのを今日初めてなんです。これで親父にも胸を張って一人前の変身だったと言えますよ。うっと、お主たち大魔王デスタンマーの戦いはまさに歴史に残る戦いだったのであるわな。クソ、私も行きたかったぜと。いや、聞いたぞ、アッチ王様。直々に大魔王討伐を命じられていたんだってなーっと。あ、そっか、ここは下の世界だからあれなんだね。下というのはきっと上ですよね。上というか、まあ上でいいよね。そういうことだよね。下で待ってるというのは、あ、でももう、行き来できなくなる。あ、なんか知らん、いつの間にか。いつの間にかハッサンしかついてきてないよ。さあ、あなたたちは、いやいや、あっちにハッサン、それで兵長から聞いたんだった。今、大したことお手柄じゃないか、あったね。世界が平和になって、それで兵長も戻ってくるんで、あ、これ聞いたかな。じゃあ、あっち行きましょうか。あなた知ってますか、この世界のどこにあった大穴が次々に塞がったという話。穴から大地が湧いてきたっていうけど、そんなことあるはずないですよね、と。もう魔物はいないのね。いないのね。私嬉しくって。と。いやいや、お前さんたちか。もはよもや、新兵士のお前さんたちが世界までも救うとはな。場所を預けて、この場所の腹が高いわい。と。あ、通してくれないんだね、ここね。じゃあ、行きましょうか。プーラで。あ、ライフコートじゃないね。あ、しかも、不思議な力で活気されちゃったよ。さ、じゃあ、私がプーラで。あら、はあ、あら、あらららら、あ、ジェニスの城があるということは、ここは表なんだ、あ、上なんだね。あ、そういうことか、ここ上なんだ、まだ。あ、しかし不思議な不思議な力でね、下で待ってるっていうのはそういうことだったんだね。あ、いや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 、違うんだよ。あ、勝手に動いてる。あ、もう勝手に動いていくんだね、これね。そういうことか。いや、私てっきりね、あ、そうか、だからルーラン持たされてるのか。あー、カルベローナだ。ご苦労じゃったな、バーバラ。大魔王の魔の手から世界は救われた。お前はもう大魔女と名乗っても恥ずかしくないほどの魔力も身につけた。長老様も喜んでおられるじゃろうって。しかし私が長老様のふりをしているのもそろそろ限界かと。はと。じゃあ私に長老になれって言うな。いや、そうは言わん。お前は若い、まだまだ学ぶことは多いはずじゃ。わしはゼニス王のもとで学ぶことを進める。あそこにはわしらですら知らぬ魔法が眠っているかもしれんかも。おお、ゼニーさんとかね。うん、でも私もうちょっと考えてみるとどうするか自分で決めたいの。それが良いじゃろ。ごめんね、まだ自分で自分がよくわからなくて。行こう、あっち。他のみんなを送ってあげなきゃ。おお、なるほど。なるほどね。深いね、これね。本当ね。次はライフコートだね。おお、上の世界でいろいろ回るんだね。おーおーおお、人が来たよ。いや、あーちゃん帰ってきたか。今みんなでお前の話をしていたところだぜ。さあ、こっち来いよと。ここは上のライフコートだから、みんな優しいんだよね。おお、あっち待っておったぞ。やはりお前のおかげだったのだな。いや、私だけのおかげじゃないですよ。言い得てしましょうかね。ああ、言わずとも分かってるのに、何しろ魔物がちっともいなくなったのだからなと。
これはおそらくアチが何かとんでもない魔物の親玉を倒したに違いないと、そうみんなで話してよっとったのだ。いやアチをよくやったと。さあ今日は梨の終わりだ、みんなパーッと言ってくれ。この村長も悪くないんですよね。現実ではねちょっといろんな葛藤がありましたけど、この夢の世界ではねもうあの 本音が出てるのかもしれないですね。さああっちもそれからそこの仲間たちも本当にご苦労じゃったと。わはは、愉快じゃこんなに気分がいいのに久しぶりだわい、ということでね。え、次は何が私動けんの、こんなこと本当にこの村から世界を救う村が出たってわけで、あっちバナーひっくった。あら、あっちすごいじゃない。あ、ジュリーさんだね。私、やっぱりあなたと結婚しておけばよかったな。なんか損しちゃったわ、と。あ、じゃあこの村だけではなく、世界の広だなべや、と。あれと、あんた途中誰かいたんだね、これね。ふう、みんなよく飲み、よく食べるわね、と。でも、お祝いですもんね。張り切っちゃうと。あっちのおかげにと、ここに人いたんだね。ああ、いたわ。あなたはあちおかえりみんな待ってたんだよ。ダーニャちゃんもこれだとあちとのんびり暮らせるんだね。よかったよ。あーそうだね。ちょっとダーニャちゃんも寄らないといけないね。あち本当によかったね。やっぱり山の精霊様がついていてくださっただろうと。その若さで世界に平和を取り戻すとはあっぱれじゃよ、あちよと。いよいよわしの時代も終わりかなと。さあちょっとね行きましょう。 あら兄貴帰ってきたのか、待ってたんだよ。魔物がいなくなったってのに、ターニャちゃんが寂しそうでさ、俺にはどうすることも。でも俺待ってるぜ、ターニャちゃんが俺に心開いてくれる日をさと。待ってなさい、ずっとそこでね。はいと。あ、お帰りなさい。よかった、もうここには戻ってこないんじゃって。そんなことないですよ。アーチ兄ちゃん、約束してターニャのこと忘れないって。あー、うわ、なんか来るね、これ。あ、ごめんなさい、私、いきなり何を言ってるんだろう。でも、ね、アーチ兄ちゃん、私、本当のことが分かる気がするの、なんとなくだけど。あちにちゃん、私、おそうだ、この子、序盤にいろいろあったよね。ああ、そうだね、序盤にあの、なんか、お告げをくれたりしたよね。私、なんだか眠くなってきちゃった。あちにちゃん、さよならだね。でもきっとまた会えるよね。ああ、悲しいこと言わないでよと。あちにちゃん、大好き、さよならと。え、何言ってんだい？あら、なんだい？なんだい？私なんだか眠くなってきちゃった。あちにちゃん、さよならだね。でもきっとまた会える。うわ、なんか意味深だなこれ。何だったんだろう。おお、あんたも光ってんの。あ、兄貴帰ってきたのかよ。待ってたんだよ、魔物がいなくなって。あらら、あんたたち光っ、あ、そういうことか。ふーっと、皆さん光ってるわ。あー、これはそういうことだね。あちお、あちおかえり、酒場盛り上がってるじゃん。ああ、わしも店を片付けてみんなのところへ行こうかの。あー、ターニャちゃんはもういい子だね。もう話分かってんだ。あのね、今これね、BGM でね、じゃあ私の気のせいかもしれないんですけど、実は BGM これ流れてるでしょ。でね、今ちょっとこれ若干皆さん薄くなってるんですけど、先ほどターニャちゃんと喋ってからね、で、ターニャちゃんがちょっと、シャキーンって光ったじゃないですか。で、まあ、忘れないでねって、ターナちゃんは何かを感じてるような感じで、で、そのイベントの後にね、この街の音楽、楽器の数が減ってる気がするんですよ。ターナちゃんと話すまでもうちょっと楽器が多くて、もうちょっと賑やかな感じがしたんですけど、今、楽器の数が減った気がするのは気のせいでしょうかね。ちょっとね、私がなんとなく思ってるんですけど、これで井戸間に来てたらどうしようかなって思ったんですけどね。いやー、なんか寂しくなってきちゃうね、これね。あー、じゃあもう出ていけということだね、これね。あー、戻っていっちゃってんね、これね。いやなかなか、もうね、50分ぐらいなんですけど、なってるんですけどね、ちょっと私ね、これ2パートに分ける気しないわ。ほんとね、1パートでいっちゃいましょう。ん？私動けんの？あ、まだだね。おばあちゃん、ただいま、テレビも一緒と。
グラマーズね、よく戻ったね、ミレイユ。そしてテリー、あんたもね、あんたは初めてだろうけど、私はいつもあんたを見ていたよ。テリーさん、いいね、このね、応対がね。それにしてもお前さんたちがデスタンを倒してしまうとはな、夢を見るのはいいことじゃ。夢は希望を生み、希望は生きる力を生む。しかし時に夢は欲望を生むこともある。そうですね、やつはきっと自分の愚かな夢とその欲望に飲み込まれていたのだろうな。ともあれお前さんたちはよく戦ったよ。二つの世界を守りきったのだからね。これからはまた以前のように平和な日々を送るってもんだよ。あのおばちゃん、あれなんだいミレイユ、私を弟子にしてほしいの。夢占い師として私の力を誰かの役に立てたいの。ほうほうほう、何を言いますら、わしは最初からそのつもりじゃったよ。ありがとうおばあちゃん、礼などいらんて。さてそれじゃあまたご馳走の用意でもしようとしようか。あ、これでミレイユさんと別れたんだよね。ミレイユさん、テリーさんと別れたんだよね。さあ次はあとどこだ、ハッサンか。ということはサンマリーノに向かってんでしょうかね。だね、やっぱそういうことだね。あのね、ちょっとね、皆さん申し訳ないんですけど、ねえ、あと少し休まないと。エティアンでバカ息子って方がね、大変なことをやらかしてるのに休みなんかいられるかって言うんだよ。おやおや、ハッサンがいないときはちょっとまともなことは言うなねと。おっと、ん、へ、今戻ったぜと。あんた、ハッサンで、ハッサンが帰ってきたよ。あ、わかってる。おふくろ、それに味いろいろ心配をかけて悪かったなと。あ、でもミリュウさんとかチャモさんついてきてんだね。あらんで一発の仕事やり終えたようなすがすがしい顔しやがって。え、そんなすごい仕事ができる男になったもんだから、今度は大工でもしてみやがれってんだと。あんた、というわけでハチ、おやじの後継いで立派な大工になると。長い付き合いだったがみんなともここでお別れだ。あ、チャモさんまだいいんだね。おいおい、悲しい顔すんなよ。みんな自分の家に帰るだけじゃないか。そうですね。またいつでも、あ、なんかチャモロさんのセリフがすっごい久しぶりでね、キャラクターのイメージがね、ちょっと忘れてるかもしんないね。え、そういうこと。じゃあ、あっち見る、気をつけてないと。ちょっと皆さん、ここでごめんなさい。ちょっとだけお待ちになっていいですか。あのね、ちょっと長丁場になったんで、私トイレ行かせてください。ちょっとね、音消しますね。あの、私の音だけ消しますね。どうやって消すのこれ。あ、これか。
はい、皆さん、ただいまでございます。ごめんなさい、ね、もうおしっこ我慢できなくてね、ちょっと一回していただきましょう。ごめんなさい。そういうことで、じゃあ、チームリー気をつけて、なんというところで続いちゃいましょう。あら、どうだいこれ。よいしょっと。ここでハッサン分かれるんだね。ミリオさんついてきてんだけどいいのかな。ミリオさん分かれた気がしたんだけど。あ、じゃあ次はゲントに行くのかな。いやー、しかしちょっと夢の世界とはお別れになっちゃったということなんですよね。ターネちゃんの言葉が効いたね、本当ね。でも憎い演出するねと。あ、こうゲントだね、ゲントの村だね。あれ、バーバラさんいるね。あ、いやいや、チャモロ様。あ、なんと、お帰りになるのが分かっていればお迎えに上がりましたもの。おじい様は中ですか。いえ、先ほど突然神の船が戻ってまいりまして、長老様は。神殿ですね。ちょっとチャモロさんも影を薄かったかもわかんないね。おじいさま、今戻りました。ヤクザ戻ったチャモロよ。おお、まるで別人にたくましくなって見違いだろうと。あ、でもチャモロさんが行ったからだいぶ助かったね、序盤はね。おじいさま、この船は一体と。まあまあ、まことの不思議やな。役目を終えたかのように一人で戻ってきようと。へえ、本当かい。とにかくよくやったな。そなたらはゲントの術でも癒やせぬ人々の未来を救ったのじゃ。我らゲントの神もさらなる喜びじゃろうと。アッチさん、私はこれからこの村で病気の人のため働いていかねばなりません。もし怪我や病気で苦しむことがあったら私を呼んでくださいね。では皆さんにゲントの神の祝福があることを。なんかね、途中のセリフ聞いてると、北斗の拳の時を思い出しちゃった。これお別れだね。そうなんだね。これから世界は真の平和へと向かっていくだろう。本当の旅はこれから始まるのかもしれんなと。入ってみて何かある？なんもないね。まあ三国志とかでもあるんですけど、平和になっちゃうと、この我々の居場所もなくなっちゃうんですよね。いいかなことにね。まあ、これでどうするのかっていうところが一つね、よくよくあるみたいなんですけどね、言われるみたいなんですけどね、難しいところですね。さあ次どこ行くの？ライフコットかい？いやいやいや、ライフコットはもう関係ないわ。バーバルさん、ミレウさんだけだよね、残ってたの。アモスさんとか行くの？ひょっとして。なわけないね。アモスさんは仲間になる人、仲間にならない人っていうのいますから、アモスさんじゃないような気がしますけどね。どこ行くんだろうね。お、どこだよここ。ん？あ、バカ王子？いや、違うね。お、何このイベント。お、この兄弟でなんかやってるね。お、本当にミレイとテリーなのか。はい、お父さん。あ、なんかそういうあったな。わしを父と呼んでくれるのか。お前を売ってしまったこの、そういう話だったの。売ったのね。人身売買しちゃったのね。あ、もちろんです。だって身寄りのない私たち、兄弟を引き取って、あ、血つながってないんだ。ここまで育ててくれたのはお父様とお母様ですもんな。おお、見れるよ。あ、テリーさん黙ってね。ところでね、私、夢占い師になりたいのをグランマースという人のもとで勉強したいの。わしは二人が生きていたというだけで十分じゃと。こうして会いに来てくれただけで十分じゃ。だから好きなことをやるがえ、わしらのことなど気にせずにな。ありがとう、お父様、お母様。ふん、あら、ミレイさんはすごくできてんだけど。あっち、ここでお別れしていいかしら。もうしばらくこうして読みで話していたのに、テリーさん話するかい？あ、まあいいですよ。おお、離れちゃった。あっちね、本当にお世話になったわね。こうして家に戻れたのも弟のテリーと、あ、夢にも出てなかったね、ごめんなさい。家に戻れたのも弟のテリーと再会できたのもあなたたちのおかげよ。あ、どうもありがとう。俺は
別に世話になっちゃいないが、とりあえず礼は言っておくよ。またどっかの洞窟でも会おうぜと。まあ、テリーさん、若干私には気を開いてくれたんだね。ミレイとテリー、それにお前さんたちならいい世界を作ってくれるんじゃろうなと。ミレイもテリーもこんなに立派になって、おっ、うっと、ほほー。あっ、バーバラさんと私だけ残っちゃった。なんか、これも意味深だよね。ルイーダで首にできない2人、首じゃないわね、ルイーダで預けることができなかった2人を、2人が残ってると、まああとモンスターの人たちもね、ピエールさんも頑張ってくれたわ、もうエースだね、うちのね、最後までピエールさん言ってくれましたもんね。あとドランゴさんもね、なかなか頑張ってくれました。ドランゴさん壁だったよ。お、ライフコット、お、ライブコット私の第二のふるさとだね。お、誰もいない。あ、あ、バーバラどうしてんだろうね、どこにも誰もいないよ。お、タネちゃん、お、タネちゃんいないわ。お、村長、あ、いるいる、村長がいた。お、あっち戻ったかと、もうアチェなどと呼び捨てにしてはいかんかったなと。アチェ殿は霊毒城の王子様でしたな。しかしこの世界を救ったお方だ。ところで王子、もうお城に戻られましたか。いえ、まだ行ってませんよ。あら、でもお城で盛大な祝いが開かれるとかで、ターニア、ランデや主だったものをお城に招かれて出かけていきます。ああ、そういうことね。わしも呼ばれたが、城とかそういうのは苦手だな。こうして一人留守番ですじゃよ。ああ、この人もなんかあれだね。もういい人な感じがするよね、本当はね。トムダム、教育長会のは変な感じやろ。たとえ城に戻っても、時々はこのようなことを思い出してくださいよ。さあ、あっちおじで行きなさい。今あなたその帰りを待っているはずですじゃと。あら、まあ、まさかここの中もいないのかね。あ、いないだろうね。あ、いないわね。だって多分セーブできないんだもんね、これね。さあ、じゃあ帰りましょう。もう1時間超えちゃいましたね。あ、でも行きますよ、もう。最後まで行っちゃいましょう。じゃあ次は霊毒城に行くんだね。やっぱバーバラさんとはそういう縁なんだね。私は。何なんだろう。バーバラさんとすごく縁があるんだね、きっとね。ヤクザも取った我が息子アチェよ。大魔王、お前たちの活躍により滅び去った。見よ、澄み渡る空を感じよ、心地よい風を。それこそが真の平和の証。それをもたらしたのが我が息子とは、父としてこれほど嬉しいことはないぞ。アチェ、本当によく頑張りましたね。あなたの使命はもう終わりました。シエラさんだね。これからはこの国の王子としての生活に戻るのです。ところで、先ほどから気になっていたのじゃが、そこの可愛い娘さんは誰なのだ。あら、え、私のこと。あ、いやいや、しかしアチェに、あ、アチェもこのわしに似てなかなか住みよけ。いや、まああんたの血は引いてるけど、あんたほどじゃないよ。そんなに可愛い娘を連れ戻ってくるとはなと。ほう、あなた、おう、そうであったな。ああ、皆の者、宴の準備じゃ。あっち、お前の友人たちも呼んでおるぞ。さあ、宴じゃ、宴じゃと。おおと。ミレイユさん、チャマラさんと踊ったらいいのにね。なんか、あ、動けるんだわ。あ、喋れないの。あ、何年ぶりかしら、こうして二人で踊るなんて言った。あ、だしたあちゃん、お前戻らんか。さっきまで連れてたあのバーバラとかいう娘はなかなかお似合いだったと。あ、それでバーバラさんがいない。
私、あ、アジェ、もし未来が知りたくなったら私のところへ来てね、私が占ってあげるあなたの素敵な未来よと。あ、なんかミレイユさんとも絡んでいきそうかなと思ったらそうでもないんだね。あ、アジェがもつれる、アジさん踊らないのですかと。あららら、アジェ、お前が王子ってどういうことなのさ、すごいじゃないか。だけどな、お前が王子だからってターニャ譲ったりしないからなと。アジ兄ちゃん、いアジ王子様、うんにゃ、いいえだよ。え、じゃあこれからもアチ兄ちゃんって言うんで、ああ、もういい、かわいい子だね、この子ね。アチ兄ちゃん大好き。もう、おじさんメロメロだわ。ああ、もうこれもやっぱいいんですよ。ハイにするの嫌だね、これね。もう、ほんとこのもう、なんだろう。もうやられちゃったね、もうね、このターニャちゃんね。あ、ハイにしちゃった。お招きありがとうございます。魔王、討伐の旅、ご苦労。え？いやいや、寂しい寂しい、そんなね。え、じゃあこれからもあっちで、もうこれで終わらせていきましょう。バーバラさんね。バーバラさんどっかいるんだね、きっとね。どこだろう。こういうのはね、限ってね、こういう時はね、上にいるんですよね、きっとね。上で、あ、開かないんだね、ここね。え、酔っ払ってしまうじゃん、ヒックと。あ、上にね、きっと上でなんか景色見ててね、なんかね、すごくいい雰囲気を醸し出すっていうようなね。あ、誰かいて、今、ハッサンがいた。ハッサンいたね。あ、よ、アチェ、よく見ると、この島も随分ボロくなってるようだな。アチェが王様になるときには、この島建て替えた方が良さそうだぜ。そのときは、ぜひ俺に任せてくれな。いいか、約束だぜ、と。私ね、ちょっとここにいるような気がしたんだけど、違ったかな？あ、あ、違うね。アチおじさんもあなたのようなお方のおそばにいられて光栄に思いますと。あ、じゃあ上かな、上だね、きっとね。あ、ちょっと待ってよ、ごめんなさい。こっちにハッサンがいたということはこっちを見てみるべきだね。そう思うとなんかちょっとアモちゃんかわいそうだね。アモちゃんのイベントがないんだよね。お、うん、気になるのはさっき上に上がっていった子、なんだか寂しそうで、こんなにめでたい日なの、あら。うん、上に行ったっていうのはもうここだ、ね、あれ、え、あ、いや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 、あら、上に行った子、上に行ってないよ。あれ、あらららら、あんた上って行ったよね、今ね。あ、テリーがいる。はい、どうも。あ、どうも。ああいった逃げ上がるやつ苦手でね。さて、と一応来てやったから、これで義理は果たしたかな。もう少したら俺は行くぜ。兄貴にはお前から伝えておいてくれよな、と。お別れだね。あちおじ、あなたなら、この時代の使命を果たせると信じていました。これから王子、ひいて王としてこの国を持っていってください。おぉ、ちょっと待ってね。あれ？上だよね。おう、まさか、まさかベッドで寝てんのかい？おう、え？中にいないわね。お？カーテンの中に隠れてるとか？あら、ちょっと困ったな。上って言ってたもんね、あの人ね。あ、おお、いる！いつの間に？ちょっと色薄いけど。あ、アチェ。あ、そうだ、この子上の子なんだ。え、寂しいけど、そろそろお別れの時が来たみたいね。ほら、私はこんな、あ、みんなと違って自分の実態がなかったから、ああ、そうだね。やられちゃったんだよね。で、町ごと町のみんなで別れちゃったんだよね。確かね、あの実態とね、精神とね。あ、さよなら、アチェット。ああ、バーバラさん消えちゃったんだね。え、みんなにもよろしくね、と。私はみんなのこと絶対忘れないよって。え、これでエンディングいくの？
じゃあちょっとエンディングを堪能しましょう。ちょっと待って、どういうことこれ。なんか話が、なんか音楽もちょっとヤバゲーな感じなんですけど、あ、いやでもこれで最後になったね。じゃあ改めて、Thank you.
い、ドラクエ6終わりましたね。とまだでも続くのかい。一人になっちゃいましたね。バーバラさん、ちょっと悲しい感じになりましたね。フランコ、平和というものは本当に生まれですが、それは全てのおかげですと。シエナさんから始めましょうか。お母さんね。あ、シエナさんだね。あっちへずいぶんたくましくなったけど、私たちから見ればまだまだかだ、ま、ゆっくり焦らずに自分の道を歩けばいいのよと。大丈夫な、お前もそろそろ女のことを考えて嫌だにと。そうか、まあお前がその気になるまで待つとしようと。いやー、ほんとね、これ、土地はすごく開発者の悪意を感じましたけど、やっぱいい作品ですね、もう本当に。3からね、実況でやってますけど、もうシリーズを重ねるたびにいい感じになってますね。まあ、お出かけですか、そういえば今日お友達に会われるとか言ってました。あ、そうなのかい。まあ、今私が会える友達っていうのは、あ、ミリウさんだね。はい、それじゃあ始めるわよと。なんだか何が始まってんだよ、わざわざ呼びつけてさっと。し、静かにとね。すごい、ユウヤになった。生まれるだよ。うん、ついに育ったのじゃ、我々の未来が。どんなのかしら、私たちの未来は。あ、生まれるや。ほう、なんだい。だね、これ。あ、ジエンドということで、最終的になんかバーバラさんの中が出てきて、ゼニスの城ね、バコンって取れて上がっていっちゃったのはデニスの城なのかな。で、ゼニスの城にバーバラさんが修行に行ってんだよね。いやー、皆様どうもお疲れ様でございました。このパート100、これ何本だろう、180何本まで行ったんだろうね。186ですね。無事なんとか皆さんのおかげで終わることができました。本当ありがとうございました。そしてこの長く最後に、これ1時間20分ですよ、もう。なりました。本当お付き合いありがとうございました。いやー、でもなかなかよくできた作品だね。ちょっとね、最初、最後の方なんか、ちょっとね、私、うるっときちゃいましたね。ちょっとトイレ行ってごめんなさいね。というところで。いやー、まあね、システムもね、ちょっと5から踏襲したようなね、モンスターを仲間にするというような感じで、まあ、5に比べればモンスターを仲間にする数も減ってますし、ちょっと中途半端なのかなと思ったんですけど、でもね、仲間にできるモンスターが、ピエールさん頑張ってくれましたよね、本当ね。ですから、ピエールさんとアモスさんは、必須ではない仲間なので、それにしたらね、すごく頑張ってくれましたよね。ほんと、まあ、ピエールさん様々でしたね。もう、ほんとうちのエースです。まあ、そうですね。思えば、何か、システム的に新しいところはね、まあ、特技というのがすごく多くて、逆に魔法というのがちょっと影が薄くなっちゃったかな、っていうような感じはしましたけど、まあ、ね、本当にすごく目新しいものはなかったんですけども、まあ何か、その分はシナリオで埋めたかなっていうような気はしますよね。まあ、天空のシリーズはおそらくこれが最後
やりますね。次は7に続くんでしょうけど、7をするのかどうかっていうのは、7が確かプレイステーションなんですよね、プラットフォームがね。プレステとなると、あ、私ドラクエ4のリメイク版をプレステでやってましたけどね。あ、 4?5? あれだって、あ、4だね。4のリメイク版を実況でね、やったんですけども、まあ、そのプレイステーションも見事その途中でご愁傷さま、ご臨終されて、急遽プレステ2を出してやったような感じがあるんで、まあそうですね。あとキャプチャーですよね。キャプチャリングに関してちょっと、もうちょっと画質上げたいなとかもいろいろね思ってますんで、せっかくねプレステだったらね、いうような感じでも思ってますよね。いやー、でもそれにしてもなかなかやりごたえがありました。まあなんとかパート200はいかなかったんですけど、まあただこの後ね、裏があるんですよね。裏に行っちゃうとパート200行くんじゃないのというような感じも、まあパート200行ってもいいんですけどね。というわけで、あと裏の方をやっていくので、また育成動画になりそうですね。まあこれはこの後はもうおまけになっちゃいますので、ダラダラといつもの通りグダグダと育成の方をしていきながら、最後のまだ見知らぬ敵をね、やっつけていこうかなというような感じですけど、まあそうですね、私の記憶ではね、もっとミレイユさんが、私が確かね、前回解いた時は多分ね、ミレイユさんがかなり主力なんですよ。今回はそうなりませんでしたね。で、テリーさんもね、前回多分あんま使ってないと思うんですよね。で、やっぱりドランゴさんで、ピエールさん多分いなかった気がします。で、アモちゃんもいなかった気がしますね。だもんで、あと、まあチャモロさんがもうちょっと初めてやった時にはガンガン使ってたかもしれないですね。まあ今回はまあバーバラさんはね、あんな感じなので、かなり使い込んでたと思うんですけども、今回はピエールさんと、ピエールだとホイミンさんいたかな前回っていうのは、まあホイミンさんとピエールさん、まあそれは計算ですね。なかなか頑張ってくれましたね。あとで、まあバーバラさんの存在っていうのがすごく意味深ですね。あと、まあもうね、私胸キュンのターネちゃんね、ターネちゃん本当胸キュンだったわね。もう私妹というのにかなり変な幻想を持ってるかもしれないですけどね。まあ姉に対しては全然幻想を持ってないんですけどね、実際にいますから。もうそうですね、ターニャちゃんのけなげさと、ちょっとバーバラさんのね、なんだろう、これあれな、あれかな、2回やったっていうことで、ちょっと物語、まあほとんど忘れてるんですけど、物語の見方が違ったのかもしれないですね。多分ね、もっともっとミレイユさんの方に傾倒してたような気がしますんで、ワンはね、ワンというか1回目はね。まあそうですね、まあもうすでに1時が23分になってますから、もう締めをちゃちゃっとした方がいいんでしょうけどね。まあでも本当に面白かったですね。まあこれ以上言っちゃうと、なんか水野晴郎さんみたいな手前そうなんですけど、映画って本当にみたいな手前そうな感じなんですけどね。あ、今の淀川さんだっけ、あ、いや違うね。と思うんですけど、いやでも本当にね、途中ね、6はこのシステム的には本当にね、開発者の悪意を感じろっていうような感じで、まあ、本当に感じてましたけどね。いやでも、4でもキャラクターの個性って強かったと思うんですけど、これはこれでキャラクターの個性よく活かしてたような気がしますね。転職しても、この転職システムは面白かったですよね。何でしょう、個人が個人に個性を持たせた転職っていうのがね、ですから個人によって転職することによって装備を変えることがないっていうのは、これは逆手にとったような感じもしますね。システムを組むっていう意味では、その個人転職によって装備を変えるっていうと、ちょっと手間がかかっちゃうと思うんですけど、ですからこれでてね、個性を持たすことによって、システムの手間もなくせた反面、個性も持たすことができたって思うので、そう思うと一石二鳥でうまいことやったなっていう気もするんですよね。違ったらどうしようと思うんですけどね。
開発者サイドから言うと、いやいや、そんなこと全然なかったよって言うかもしれないというか、私の勝手な憶測なんですけどね、妄想で言ってますけど。いや、まあでも、本当に楽しかった。本当、二度美味しかったっていう感じがしますね。このエンディングなんか私全然覚えてなかったもんね。というわけで、次回からですね、裏をやっていこうと思うんですけど、ちょっとね、どうでしょう、連日やれるかどうかは微妙なんですけども、まあ、やれたらやっていこうかなっていうところで思ってますので、本当に皆さんありがとうございました。パート186、まで付き合っていただいた上に、このパート186は1時間30分ほど付き合っていただいたことになるんですけど、本当に、ライブもね、このドラクエでライブかなりね、もうメジャーって言ったら変です。ごめんなさい、メジャーじゃないわ。メインね、ライブのメインを飾るような形になってますでね、まあ、これにも付き合っていただきまして、ライブもね、本当ありがとうございますと。もう本当感謝感激、感謝感激っていう、もう感謝感激なんですけどね、本当ね、感謝しかございません。まあまあね、このね、あともね、だらだらとぐだぐだと続きますけど、もしよければお付き合いくださいませ。というわけで、ドラゴンクエスト6、とりあえずはですね、この辺で一度、完了ということにさせていただきたいと思います。本当どうもありがとうございました。この辺で一つ終わらせていただきたいと思いますので、またこの後ね、裏の世界をやっていこうと思いますので、よければお付き合いください。それではこの辺で終わっておきたいと思います。どうもありがとうございました。アチェでございました。どうもありがとうございます。